にちは。今日は箱根の玄というホテルに、旅館に来てます。でここはね、箱根の白檀っていう旅館の系列で和モダンなテイストの雰囲気になってて、すごい綺麗で、景色もねかなりいい感じなので紹介していきたいと思います。では行きましょう。こちらのね、スイというお部屋になってます。このようにね、ベイプがあったりとか殺虫剤とかもあります。で、消毒液とか。ここに、玄のこれはルームフレグランスですかね。ディフューザーがあります。もうね、白檀っぽい香りがいいですね。で、こういう木を使った和モダンな雰囲気になってます。クローゼットはこう扉とかがなくてオープンな感じになってますね。これもなんかおしゃれですね。でブランケットあって、でこれは、羽織るやつですね。で床ごでここに浴衣があります。でその下は寒いがありますね。であと金庫です。この奥にはねヨガマットがあるんですよね。こんな感じで結構バルコニーが広いので、そのバルコニーでヨガできるみたいなところも売りになってるみたいです。めちゃくちゃ多分気持ちいいですよね。ここでヨガしたら。グラス類があります。でコーヒーでバルミューダケトルですね。こんな感じでメニューとかここで見れます。デジタルです。こんな感じでいろんなお酒ありますね。下のラウンジが8時から11時、夜の8時から11時はお酒とか飲み放題で部屋に持ち込んだりも自由っていう、かなり太っ腹なねシステムになってるので、正直別で頼まなくてもいいかなっていう感じはあります。で、こちらですね。これが多分玄米の葉っぱですかね。玄米茶の葉っぱかな。すごい美味しかったんですよね、ロビーで飲んだやつが。でここは充電器で、これがあれ Bluetooth スピーカーと爪切りとハサミです。これね、こうやって開いて使うんですよね。ちょっと危ないんで今はやんないですけど、なんかスタイリッシュですね。でここのミックスナッツで、冷蔵庫の中にあるものは全て飲み放題だそうです。お水と地ビール、箱根ビールとウーロン茶ですね。こちらゼリー、神奈川県産のゼリーだそうです。美味しそうで、部屋の方はこんな感じで、これ天井がかなり広いんで、すごい広く感じます。広いですし、実際テレビも大きいです。で畳になってますね、下は和洋室って感じですね。このような感じでね、折り鶴があって可愛らしいです。大きいのと小さいので。折り鶴の折り方なんかも書いてありますね。僕は鶴ね、折れないんですよね。なんでちょっと後でねやってみます、試しに。これは玄米茶チョコ、やっぱりね玄米を使ってるっていうのは結構売りみたいですね。オリジナル商品、しっとり柔らか新食感の生サブレ、玄米茶、生姜をそれぞれチョコに練り込みじっくり焼き上げておりますというオリジナルのお菓子です。でこんな感じでね、双眼鏡も用意していただいてるんですよ。すごい景色がやっぱりいいので、この双眼鏡を使ってぜひ見てくださいということで、こんな感じでライトとかもすごい和モダンな雰囲気でおしゃれです。統一感がすごいですね。この壁の感じもなんかいいですよね。本当にボコボコして大理石みたいな、削りたてみたいな感じです。こちらが洗面台になってます。で左がこう女性のアメニティで、右が男性のアメニティみたいに分かれてるそうです。アイロンは最初に伝えておいたので用意してくださってます。ドライヤーはプロナイザーです。 4D プラスですね。アメニティはミキモトですね。エッセンシャルはポール。こちらに拡大鏡もあります。でお手洗いはこんな感じで、ほんとシンプルだけどすごく綺麗です。ピカピカです。じゃあちょっとベッド寝っ転がってみますね。いやほんと綺麗ですね、ベッドも。あ、柔らかめですね、ベッドは。ああでも包まれる感じで気持ちいいです。雲みたいですね。こんな感じで窓もすごい大きいし、天井もかなり広いので贅沢ですよね。多分5階だから、まあ、最上階だからなのかもしれないですね、この天井は。で正面の山で夏は大文字焼きが見れるみたいです。ロケーションが最高ですね。白檀もかなりロケーション良かったですけど、玄も素晴らしいです。いやこの景色はねかなりいいですね。5階建てのここ5階なので、まあ、最上階でかなり景色がいいです。5階は2021年にオープンして、3階と4階は2022年にオープンしたので、本当にできたばっかりっていう感じなので、すごい綺麗ですね、全体的に。でこのバルコニーもかなり広いので、本当に全然ヨガとかできちゃいます。ここはね、なんかね、ライトアップされてて鏡になってるんですよね。珍しい感じの作りです。でこちらがシャワールームです。レインシャワーもついてます。ピカピカですね。ボディウォッシュはアロマティックウッドっていうブランドですね。初めて見たけど、なんかすごい高級感あるし、おしゃれな感じですね。オーガニック系かな。全部コンディショナーもシャンプーもそうです。でもこれ絶対高級な感じですよね。温泉はこんな感じでかなり広々してます。で段差があるので座ったりもできるし、4日かって景色を眺めることもできそうです。お部屋は外から見るとこんな感じですね。はい、玄に泊まってきたんですけど、良かったですね。もう本当に景色がやっぱり抜群に良かったんですよね。やっぱ最上階っていうのもあるし、なので本当ね、何も気にせずこうゆったりお風呂に入って景色を眺めることができて、本当にいい休日を過ごせたなっていう感じでした。で、ご飯とかも、まあ、美味しかったですね。まあ、僕的には白檀の方が、その辺はホスピタリティとかご飯については白檀の方がいいかなと思ったんですけど、あとお風呂、大浴場の方はまあその普通に入るっていう感じで、まあ、景色とかは一切見えないっていう感じだったので、まあ、それだったらまあ部屋のお風呂入ればいいのかなっていうふうには思う感じでしたね。でもまあすごい部屋が良くて、でテレビもね、ネットフリとか YouTube とかも見れる、東芝のテレビだったので、すごい充実した、旅行になりました。なので皆さんもね、ぜひ行ってみてください。ではまた次の動画で会いましょう。